こんばんはギズモードのアミトです、えー、今日は新しい iPhone3、えー、つ紹介します、えー、グリーンとアルパイングリーンが出た iPhone13 シリーズと新しい第3世代 iPhone SE でございます、まあ、グリーンの方ちょっと色味見てからちょっと SE がね意外と良かったんでちょっと5分ぐらい話させてくださいということでまずグリーンから見ていきましょうか iPhone13ProMax のアルパイングリーンと iPhone13 のグリーンですで、まあ、いつも通り ProMax の方はちょっとすりガラスっぽい加工になっていて無印の13の方は緑って感じですねこれすごくいい緑です濃いめの緑かな13の方はでこの横のアルミの部分もグリーンになってますね ちょっと、ね、渋めのグリーンでもちゃんと明るいところに行くとこう鮮やかさもあってなんかあのこう環境によって色味が変わる素敵なグリーンに2つともなってますね。なってますね。13ProMax の方のアルパイングリーンは13シリーズが出た時にこうシエラブルーっていうカラーが出たと思うんですけどあれと同じ表面加工がされているそうです。 プロマックスの中でもそのシエラブルーとアルパイングリーンの2色だけ特別な加工がされているんですけどそれによってねあの、まあ、自然光とか白目の光のところで見ると、まあ、グリーンって感じがするんだけど今ねこういう,こう暖色系の黄色い光のところで見るとグレーにも取れたりとかあとエッジのところステンレススチールも一応グリーンなんだけど。 ここもね光の当たり方によってシルバーに見えたりとか場合によってはゴールドに見えたりもする不思議な色ですねかなり深みのある緑なんで緑好きの人は是非手に取ってみてはいかがでしょうか僕はね好きなグリーンです特にプロマックスの方のグリーン気に入りましたねはいということで、えー、まあグリーンはこれぐらいにして、ね、SE が良かった あのすみません正直ちょっと舐めてました SE なめてなめてたっていうのは違うかな久しぶりににこの形の形戻っったたら意外と良かったんですよね僕今あの編集部の iPhone13Pro13Pro かをずっと借りて使ってるんですけどあのこのベゼルレスでノッチができてこのスワイプジェスチャーになった iPhone にもう慣れてます。iPhone X から使ってるんで、うん、すごく慣れてるんですけどこの S に,に戻ってきた時に良かったことをちょっとお話ししますまずまずめちゃくちゃ軽いですなんか聞いたところによると13ミニよりも 4g だけ重いのかなっていう、まあ、4.7インチの iPhone なんですけど軽いですで軽くてとにかく持ちやすいですで、ね、僕は iPhone12 であの この側面が四角くなった時に動画でも言ったはずなんですけど僕ね四角い iPhone じゃなくてこの丸い iPhone の方が好きなんですよね側面がこれは iPhone3GS の時からずっとそうで僕は側面丸い方が持ちやすいと思っててこれねやっぱ久しぶりに戻ってきたらすごく持ちやすかったで持ちやすくてタイピングがしやすかったですフリック入力まあこう,こういうフリック入力ですよねでこれ何が違うのかなと思った時に iPhone13 今の iPhone ってさここにも画面があるじゃんでこ,ここにこうキーボードの切り替えとか言語の切り替えのボタンがあるんだけど結構間違えて押しちゃったりすることがあったんですよねでねそれが起きないですごい不思議と、まあ、サイズ感もあって、まあ、サイズ感は 13min と大体同じかなキーボードのサイズ感は同じかなと思うんだけどなんかね異常に打ちやすかった懐かしいと思ってこの感じっていうのが 思いましたね。触ってみて。プラスして、ホームボタンがあるのもいいなと思いました。<laughs> これは。なんだろう。楽だったあ。あの画面のアンロックとか楽なんですよ。意外と。まあ、こうやって持ち上げると、アイフォンって画面つくじゃないですか。で、ここからホーム画面に行くときって、タッチアイディだと。押さなくて触るだけでいいんですよ。これが今のアイフォンって。 フェイス ID で画面ロック解除されるんだけどスワイプアップする操作をしないとホーム画面に行かないですよね、まあ、別にこれいいんだけど全然これ使いやすいんだけど結構このスワイプアップの操作ってカロリー高いなって思ってて、まあ、ちょっとね iPhone が SE よりでかいっていうのももちろんあるんだけど、あのー、ジェスチャーって使いやすいし慣れるとすごいスムーズなんだけどなんか。 カロリー高い時もあるようなとだかか単純にこのダブルクリックでタスクが出たりとかっていうのが全部こう指を動かさなくてここでこう押し込むだけでできるって意外と楽なんだなっていうふうに思いました。っていうのがまあ SE のまあ8の形の懐かしいところとしてよかったなと。なんで僕はまあ全然戻ってもやっていけるんじゃないかっていうふうにここまででは思ってますね。 プラスして A15 バイオニックがこの SE には入ってます。だからプロセッサー同じです。この2つね、今の iPhone とプロセッサー同じで、まあ、処理能力とかゲームに関してはもちろんあの同じようにできるんですけど、まあ、カメラがね違いますよね。 新しい iPhone はカメラ3つとかあるんででこのカメラ1個に関してはこれ前の SE と同じハードウェアをどうやら使っているらしくてなんだけどあのプロセッサーが A15 バイオニックになったことによって画像処理の能力が上がってますで何ができるようになっているかというとあの iPhone13 の時に発表されたスマート HDR4 とかあったじゃないですか4人まで顔を認識して肌の色が違う人種の人たちでも同じ 明るさで写真を表現できるっていう HDR 機能とかあとディープフュージョンっていう設定の違うたくさんの写真を合成して一枚の写真きれいに改造感ある写真を撮れるとかあとフォトグラフスタイルっていうあのちょっと冷ために撮るとかコントラストを高めに撮るみたいなこうちょっとこう表現を変えるフィルターフィルターじゃないんだけどね写真の色味を変える設定とかっていうのも使えるようになってます。なんでまあ カメラはは同じじだけどでできるることとちょっっ増えてるって感じですね。画質もあのすごい13に近いっていうわけではもちろんなくてまあ iPhoneSE のこう画質って感じではあるんだけどこうちょっとずつこう解像感が上がってるのかなと思っててあとポートレートモードの精度とかもなんかちょっと良くなってるなっていうふうに僕は思いましたね。 うん、特にインカメラがねあのこんなに画質良かったっけっていうぐらいこう綺麗に撮れましたねポートレートモードとかも使ってみたんですけどあの境界線も割とちゃんと認識してくれたんで、まあ、カメラのハードウェアは変わってないにしてもプロセッサーの力で、えー、写真が良くなってるよというのは感じましたしっかり、はいえー。ただ残念なところはやっぱり残念というかやっぱ SE に戻るとこうなるのかっていうところがあって。 画面の明るさですね。圧倒的に暗いくてびっくりしました。あのカンカン照りのところで見ると余計違うんですけど。ああこうやって見るとでもそんな変わんないね。こうやって見ると変わ,ん変わんない。でもね。ちょっと今写真ここに出ると思うんですけど、家でね。あの撮ってみたんだけど、こう明るいところ日の光が当たるところで、輝度マックスで比べるとやっぱりね。全然暗いんですよね。こっちの方が。 SE の方ががそれが残念だったでもこれ暗いところで部屋の中だとうんまあそれぐらいですかねだから気になるところといえばああっとあったマグセーフが使えないですマグセーフ非対応なのであの磁石でくっつくあの充電器は使えないですでちょっと不便だったかな僕最初マグセーフあんま好きじゃなかったんだけど、まあ、結局寝る時しか充電しないしと思って寝る部屋でマグセーフ使ってみたらまあ すごい楽だった、ね、暗いところでもパチッとつくし楽だったん、ね、でそれ使いたかったんですけどそれが使えないのはちょっと残念ですね。うん、でマグセーフ使えないってなるとこのライトニング端子で充電しなきゃいけないですよこのライトニング端子ではいせーの、はい、ということであのちょっといろんな新しい iPhone とか使ってる人いる中で SE 買うのどうかなってもし思ってる人。 いたら僕全んかこの何ていうのクラシックなデザインっていうの <laughs> にを恐れずに使ってほしいなってか俺全然戻ってもいいなって思ってきててちょっと本気で欲しくなりました4万円台でしょ4万円台5万円台するんだっけ、まあ、分かんないけど圧倒的に安いのであのだからまあよくさあのリフレッシュレート 120味わったら戻れないっすよっていう人いるけど、まあ、確かにそれは思うけどでも iPhoneSE ってやっぱりこうスマホにこう全力注ぐというよりはスマホは Twitter 見るぐらいでいいとで iPad とか、まあ、あと家にパソコンとかあってスマホは電話とメールできればいいんですよっていう人が持つ長く持つ6年ぐらい使ってもいいぐらいのスマホだと思うのでそういう人にはまあリフレッシュレートってそういうことじゃないんだよなっていう。 なんかもうリフレッシュレートをマウントされたらもうその話は無視していいです僕らオタクが言ってる話なのでもう SE 欲しい人は全然買っていいなって僕は今日思いましたてか僕も今ちょっと欲しいですこんなに薄くて軽くて持ちやすい <laughs> やっぱちょっと最近のスマホでかいなって思ってますねはいということで、えー、iPhoneSE と iPadmini6 結構理想だなと思ってますはいちょっと あの、もう誰もいなくなったんで僕も帰ろうと思います。<laughs> ありがとうございました。5分ぐらいで言って、めっちゃ喋っちゃったけど、ありがとうございました。お疲れ様です。さようなら。